4番水谷、神山雄一郎がマークです。慶応閣は自力バリバリの頃、記念4連覇も達成しているバンクですから相性申し分ありません。後ろは7番の斉藤、初日ワンツー決めている神山マークからチャンスにかけていきます。動いた4番の水谷、中段外あたりまで上がっている、内側を見ておりますがどうでしょう。3番の藤木あたりを見ている4番の水谷、警戒して上がるか。残り西中番です。ちらっと振り返った2番の新田雄大、新田と伏見、後ろから4番の水谷、水谷上がって先頭神山雄一郎連れて7番の斉藤勤、後ろから藤木が来ました。藤木豊です。藤木主導権です。2番と8番の加藤新平、あとは9番の桑原、外に持ち込んで2番の新田雄大、巻き返しはどうか。中段で2番4番並走だ。この間に3番の藤木ペース上げている。2番と8番の加藤新平、3番と9番の桑原、あとは4番の水谷が4番手、後ろ神山雄一郎と斉藤、5番の伏見が乗り換えて7番手、後ろは2番6番です。さあ4番手から4番の水谷まくってきました。神山雄一郎、斉藤もつけている。さあ2番手まで来た4番の水谷まくり、さあ自ら3番の藤木が牽制した。藤木粘っている。後ろは8番の加藤新平、外に回ってどうか。直線コースに入りました。3番の藤木先頭だ。藤木先頭、押し切り強い。加藤新平2着、強いレースを見せました。改めまして皆様、大きなご声援でお迎えくださいませ。見事優勝いたしました京都の藤木豊選手です。ではお話を伺います。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日は新田選手、水谷選手の3分戦でした。レースはいかがでしたか？ちょっとジャングライではちょっと不甲斐ない感じだったんですけど、しっかりそこで踏み切れたのが今日の勝因やと思ってます。しっかりと押し切っていきました。藤木選手の真骨頂だと思いますが、いかがでしょうか？いや、怪我明けで不安やったんですけど、本当に嬉しいです。はい、今回祭振り返っていかがでしょうか？初日2日とちょっと不甲斐なかったんで、今日ちょっと挽回できてよかったと思います。では皆様にメッセージを最後にお願いいたします。遅くまで残っていただいてどうもありがとうございます。立川ダービーではもっと結果求めて走りたいと思うので、応援よろしくお願いします。